はい、ジュン君。はい、ポンちゃんも、はい、決めて。はい、どうぞ。ジュン君、ポンちゃん、顔が全然見えてないよ。後頭部しか見えないよ。ジュン君、ポンちゃん、ちゃん、また贈り物が届きましたよ。これ後でマウイママさんともう一回やろうね。届きましただけやっておきます。なんかちょっとおもちゃとお菓子とあるみたいだよ。後ほどね。ジャン君は自分では扉が開けられないので今引き返してきたのね。ちょっと開けといてあげようか。はい、取れますよ。ジャン君、ジャン君、よいしょ、これがやりたかったのか。はい、で、はい、で、
はい、そんなに取れないのかもね。むしろこっちか。あ、いいんです。ジャック。ジャック。はい。で、落ちた。もうちょっとあいで。あいで。新たな、試みというかですね、あれとしてインスタの方で動画をアップしようかなというところで、絵を描いているシーン、これ作りました。で、これを契機にですね、絵を描こうと、絵描き絵描きって言ってるのに全然絵描いてないじゃんっていう自分の、まあ、反省もありですね。あと、インスタを使いこなすということも一つあります。ということで、この動画を作ったんですが、書いてるところを撮るのって難しいんですよね。で、ちょっとアイデアを絞ってみました。これ。はい、これ。ジャン君なんかを撮っている、まあ、小さい方のこうビデオカメラですね。これを使って映ってるかな、ちょっと調子悪いんですけどね。自分で見えないね。あ、映ってるね。なんとかね、こういうことですね。はい、よいしょ。ここで書いたとしたら、あ、もう全然映ってるかどうかがわからない。まあ、なんとかこれでできるかなということです。この、アームはですね、もともとマイクをつけたりしてたんですが、マイクをつけるにはちょっと柔かったんですよね。重さに耐えられなくて、そして浮いちゃってたものをこの機械に使おうということです。これで絵描きだってことが世の中に知れるかもしれません。
じゃん、ワンちゃん。はい、いただき物の内訳はこんな感じです。ハロウィン仕様になってるのね、うん、パッケージがなポンちゃんみたいなのがいる、はい、かわいいです。こちらはちゃんかわいい、ミャウミャウ、スナッキー、2種類のアソート、チーズ、ビーフ、うん、ささみ、ローストチキンなどなど、なんか豪華だね。はい、こちらはおもちゃだな。ちょっと開けてみよう、はい。お、スナフキンだ。なんだろう、スナフキンだ。60になったスナフキンって自分で自称してるからもらっちゃったのかな。スナフキン、スナフキン。そしてこれはネズミね、うん、噛み心地も良さそうだ。うん、よかったね、かわいいね。よいしょ、ムーミン。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。これも出してみる、一応ね、うん、うん、なんかこれかわいくハロウィンのこれがついてるから、うん、ちょっともったいないけどね。自分でつけてくれたんだね。あ、違うっぽい。ん、ちゃんとハロウィン、あ、そういうこと、ハッピーハロウィンってなってるよ。ハロウィン用にこういう風になってたから、うんうんうん、可愛くて買ってくれたのかもよ。よかったね、ワンちゃん、おやつだよ。ワンちゃんありがとうって。ワンちゃんみたいな黒猫さんがついてるよ。ほら、ポンちゃんカリカリ好きだからちょうどね、これ美味しいよ。はい、ポンちゃんが喜んでおります。よいしょ、はい、じゃあポンちゃんに飾り付け、うん、どうかな。ポンちゃんとほら、おそろいポンちゃん、はい、いつもいつもすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。